オーストリアの首都ウィーンにあるユダヤ教の宗教施設周辺で銃撃がありました。現地メディアによると複数の人が怪我をしているということです。死者が出ているという情報もあります。また警察は可能な限り多くの人員を現場に投入しているということです。